今日はお便りです。喜一郎の喋りを改善しようっていう、そういう案をいただきました。そんな話をしていきましょう。新刊家康の選択小牧長久手大前冊発売中、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。ラジオネーム左の下手投げさんからです。はじめまして。はい、はじめましてですね。毎回楽しく動画を拝見させていただいています。ありがとうございます。小説の素人の私が視聴して思ったことなのですが、先生のお話はたびたびオチを省略して次の話題に移ってしまいます。それが見ている方としては少しモヤモヤしてしまいます。先生はこれだけ言えばわかるだろうと次の話題へ移ってしまうのでしょうが、我々にはわかりにくいのです。中には何を言っているのかわからんと思う人もいるかもしれません。何より我々はオチが聞きたいのです。それでは先生のますますのご活躍を願いつつ失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。ポンポン話が飛ぶのね。だなあ、これ一番の理由というのは、まあそうだな、できるだけで、一番の理由というのはこの時点で話が飛ばしているよね。一番の理由としては同じ話を繰り返しているので飽きてすっ飛ばしているんだと思います。一番多いのは小説技法の、小説の技法についての話題じゃないかな。これは繰り返し繰り返し同じ話をしているので頭の中でもう話したじゃねえかって思ってるんだよね、多分ね。まあ、アップロードしたばかりの動画、まあ音声日記というのはこまめにチェックするようには、チェックする習慣はしてます。で、前見た動画っていうのはあんまりっていうかほとんど見てないんだけど、先日小説講座で動画かけてみたら結構古い動画がちょこまかと出てきます。で、それだと、あ、これが話が分かりにくいのかな、なんていうようなことがまあ思ったりします。で、ここら辺自分ではよく分かりにくいかな。自分では分かってるつもりで話してるからね。で、何せその YouTube 2011年に始めて今年で2023年なので12年になります。で、毎日更新を始めてぼちぼち3年ぐらいになるかな。それまでは週1更新という形でやってましたんで、本数だけは結構あるんですよ。で、まあ、次々出てくるんだろうなと思うんですけど、
まあ、ここを聞いてるそこの皆さん、もし、まあ、これからこちらのお願いなんだけど、あーとかえーとかって言ってるところだとか、ここちょっと話分かりにくいよっていうのには、そういう動画にはそのこれちょっと意味分かりにくいよとか、あーとかえーとかってちょっと聞き苦しいよっていうことをコメントで少しコメントでね、その動画のコメントに書き込んどいてください。まあお手数おかけします。うちのこう、うちのチャンネルのね、コメント欄っていうのは、うちね、誹謗中傷のコメントって多いんですよ。なもんですから、コメント欄っていうのは、確認して非公開にし、確認してそれから公開するっていうふうにしてますが、で、それ気にせずにね、見えない状態であってもこちらには分かるようになってますので、気にせずにここ分かりにくいよっていうふうに、この動画分かりにくいような一言でいいので、そこだけちょっと書き込んどいてくださいな。そしたら、あ、これ分かりにくいよねっていうことが分かれば、古い動画はね、どうしても分かりにくいまま残ってるもの結構あると思うので、そういう分かりにくい動画は収録し直します。順に撮り直していきますので、教えてやってください。お手数かけます。まあどんなことでもそうだけど、できることから一つずつこう片付けていくことって大事なのでね。しかしあれだよね、自分で分かってるから、まあみんな大体ここら辺分かるよっていう、そこら辺の話し方ってさ、そう、高齢者の男性の典型的なパターンだよね。俺大丈夫と思ってたけど、全然大丈夫じゃないよね。ね、左の下手投げさん、ありがとうね。直していきます。いやー、やっぱりさ、じじいってのは年齢じゃないよな。頭と感性でじじいになってくんだよね。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝正史症、横領者新人症など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。